人が多いから一人くらい石化しても気にしなくていいわよ。あはー、それにしても人を呼びつけておいてどこに行っちゃったのかしら。邪神ちゃんほんと最低ね。いつものことですから。おいしい。いつものこと？そんなにしょっちゅうひどい目に遭ってるの？あ、いえ、そうでもないですけど。そう？でも邪神ちゃんって昔からああなの？そうですね、魔界小学校の頃とかは邪神ちゃんが暴れて中庭の像を倒しちゃったことがあって。誰ですか？ガーゴイル像を壊したのは。あ、そのまんまじゃない。あ、でも邪神ちゃんが弱い悪魔をいじめてた時なんかは。アホのゴブリンのくせに私よりいい手取りやがって。ちょっと邪神ちゃん、アホのくせに。くぬくぬ、うちの息子が君に何かしたのかね。私も嫌だったのにメデューサがやれって命令したんですの。そんな、いい思い出です。何が？あ、そういえば落とし穴にはまった時も。うわっ！よいしょ。うせきー、ビルビルビル。待って、置いてかないで。私が発見されたのは3日後だったんですよ。他にも。この女には何をしてもいいから私は見逃してほしいですな。嘘！なんてこともありましたね。それに、もういいわ、十分ひどい目に遭ってるじゃない。そうですか？まあ悪魔だし、卑怯でも狡猾でも問題ないのかもしれないけどね。どうも、今日もです。そんなに裏切られてるのになんで一緒にいるわけ？もしかして M の人？